妹よ、今日は戦車には乗らず、公式さんの SNS にて、新しくスーパーテストへの参加が決まったと発表のあった新車両、チェコスロバキアのティア8系戦車、VZ64 さんの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。この子は先日発表のあったティア10、9のチェコ系戦車さんに続く、新チェコ系戦車さんツリーの子だね。うむ。全く同じタイミングで、VZ68 というティア8の子の発表もあったんだけど、トデイズファーストサパーテストエントラントイズザブズ。64、アクゼチョスロバキアンティア VIII ライトタンクフロムザニューライン。って書いてあったので、多分64さんがツリー戦車で、68さんがプレシャさんだね。そしたらここからは、ツリーの子になるであろう64さんのチェックをビシッとしちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。四方は口径 37mm のツインオートキャノンで、単発ダメージは AP6、APCR3、HE10、弾倉数は140なので、弾倉火力は AP840、APCR420、HE1400。また連射間隔は 0.03 秒のため、打ち切るのに必要な時間は 4.17 秒で、リロードタイム20秒、よって DPM は AP2085、APCR1043、HE3475、そして貫通は AP165mm、APCR220mm、HE37mm となってるね。純粋に火力だけなら油弾が弾倉火力1400と凄まじいけど、貫通 37mm は軽戦車さんですら怪しい子がそこそこいるので、ちょっとあれだよね。うむ。EVEN93 あたりにはビシッと刺さるけど、BC12T3 ですら、正面 40mm あったりするからね。かといって APCR の弾倉火力420はちょっとあれなので、基本はバランスの EAP、敵を見て HE って感じになりそうだね。次に当てやすさに関しては、照準時間 2.4 秒、精度 0.42、不覚重度と、不覚はグッドだけど、照準時間と精度が少々あれだね。そうだねお姉ちゃん。それに拡散がまだ不明なのであれだけど、きっと連射するにつれてレキクルが拡散すると思うので、前段ヒットさせるにはかなり接近しないと、ってことになりそうだよね。うむ。とはいえ軽戦車なら遠距離での精度必須というわけじゃないので、そこは立ち回りでカバーすることになりそうだね。次に機動性に関しては、前進60キロ、後進21キロ、出力重量比 28.2 と、出力重量比はともかく、前後進は最低水準って感じだね。とはいえ致命的に遅いというわけでもないので、許容範囲内かな？そして生存性に関しては、装甲は一番分厚い砲塔正面でも 20mm とペラペラで、ヘルスも1050と低めな水準だけど、隠蔽は 18.24% と、例えば BC12T3 の 18.35 に近い数字で、結構グッドな隠蔽となってるね。いいね、お姉ちゃん。視認範囲も380メートルあるから、十分な数字だもんね。うむ。そしたら最後、まとめといっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。機動性はちょっと低めだけど、十分な偵察性能と優れた近距離火力を持つ、ちょっと面白そうな子な気がするね。だね。隠蔽を活かして敵に忍び寄って、近距離からビシ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 ってできたら、かなり楽しそうだよね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。